ちは、ハビオレです。この動画は初心者ギタリストさんのためのトレーニング動画です。毎日の基礎練、ウォーミングアップがてらやってもらえたら嬉しいです。こちらの動画はレベル2です。ギターが少し弾けるようになってきた頃にチャレンジしてください。それではやっていきましょう。まずはドレミから。指があまりバタバタしないようにリズムに乗って動かさないと音が途切れ途切れになってしまいます。続いてドシラソファミレド、一音一音丁寧に、第一関節はしっかり曲げて押さえるようにしましょう。フレットの近くを押さえるのがいい音のポイントです。もう一往復します。余裕があれば2回ずつ弾いてみましょう。右手は弦の上に乗せたり、小指をボディに立てたりして安定させましょう。まさかもう姿勢の悪い人はいませんよね。むしろドレミだけだったらだんだん見ないでも弾けるようになりたいですね。OK です。そのドを押さえたまま、ミも押さえて、2弦にあるドも押さえて、これで5弦以降全部を鳴らしたら C というコードです。これが和音というものですね。押さえてない3弦や1弦をしっかり鳴らすことの方が難しいかもしれません。何度も言ってますが、指を立てる、確認してみてください。ストロークしてみましょう。手首が変な角度になってませんか？腕の振りはほぼボディと平行、手首の角度はこんな感じです。ダウンアップしましょう。力を入れない、リラックスしたまま振っていきましょう。手首をちょっとだけ返してアップストロークの角度を作る。そしたらそのまま薬指だけ離してください。これ Am7 というまた別のコードで、 C とほとんど変わってないはずなのにすごく暗い響きになりましたね。アップストロークで焦っちゃう人いませんか？テンポ速くありませんよ。はい、 OK です。そしたらまた C を弾きます。リズムはジャンジャンジャカジャカでやってみましょう。四分音符と八分音符混ざったパターンです。はい、ジャンジャンジャカジャカ、ジャンジャンジャカジャカ、焦らない、力まない、これ楽しんでくれるといいですね。薬指離して Am7、 自分でリズム取りながら弾けたらいいですね。ちなみに C も Am7 もできれば6弦は親指でミュートです。C に戻しますよ。はい、左手を変えるときに右手のリズムが狂ってしまわないかというトレーニングです。コードが変わっても右手を我関せずでストロークを続けられるようにしましょう。はい、 OK です。次はじゃあ1弦1フレット、2フレット、3フレットを中指、薬指、小指で押さえましょうか。そして4弦から下の弦だけジャラーンと弾いてください。小指以外意味ないじゃん。はい、その通りです。でも今回はこのまま練習していきましょう。で、ここからリズムに合わせて小指から順番に1本ずつ離していきましょう。まずは全部押さえて、小指離して、薬指離して、中指離して、また全部押さえます。押さえて、1本離して、2本離して、3本離して、これを繰り返します。離したい指だけ離してください。リズムもしっかり、フレットの近くを押さえた方がいい音が鳴ります。はい、 OK です。では左手はこれをやりながら、右手は1弦2弦3弦の順に弾いていきましょう。せーの、1、2、3、離して1、2、3、離して1、2、3、離して1、2、3、全部押さえて1、2、3。右手を固定しないとね、難しいはずです。これがアルペジオってやつです。とても綺麗ですよね。こういう奏法もギターの楽しみの一つです。コツコツと練習していきましょう。右手と左手両方見るのは不可能ですね。僕だったら右手を見ます。左手は覚える。きっとそっちの方が楽だと思いますよ。はい、 OK です。さあ、それでは最後に A コードを弾きましょう。指3本をコンパクトに並べてください。リズムはさっきのジャンジャンジャカジャカ。はい、だんだん速くなりますよ。特に2弦はしっかり第一関節を曲げてください。指使いは中指、薬指、小指でも構いませんが、指は真下よりも斜め向こうから来る方が押さえやすいです。ほら、だんだん速くなってきた。実はメトロノーム鳴ってますよ。よく聞いて。1弦が鳴らない原因は何ですか？薬指が立ってないからですか？それともネックを下から支えてるからですか？速くなってきても右手は力を入れない。頑張れ。このテンポに追いつけばいろんな曲が弾けるようになるぞ。何度も練習すれば絶対弾けるようになるぞ。それまで何度だって頑張れ。今日できなくても明日にはできるようになるかもしれない。続けていればだんだんと追いつくようになる。続けた人だけが追いつける。諦めなければ絶対できます。頑張って。 OK、 お疲れ様でした。初心者
さんのための右手左手のトレーニングでした。いきなりは難しかったと思います。毎日やって少しずつできるようになりましょう。概要欄には各ポイントのコツに関する動画や他のレベルのトレーニング動画もありますので活用してください。それではまた明日、バイバイ。